呼んだ今そっか。はいはい、かかって起動します。デッキ目視に確認。練習は絶対に裏切らない。三原、これ見て。足跡が消えたわ。じゃあどうすればいい？じゃ戻るわよ。拍子抜けね。あ、三原、あっちの壁。壁を伝って移動したみたい。壁面を踏んで起動できるというの、ラプチャーが。それできないわよね。ラプチャーは基本四足歩行なのよ。新たな情報ね。トーカティブは壁を伝って移動できるって。それから私たちの追跡に気づいてる。知能があるということですか？それはありえないわ。ラプチャーは知能がないもの。追いつかれたら逃げる、そういうアルゴリズムみたい。三原、ご褒美ご褒美。まあ確かに今回はご褒美をあげても良さそうだわ。うん、ご褒美をあげるわ。通覚センサーを切るわよ。何やってるの？つねってますね。三原、すごく痛い？どう？そうね、すごく痛いわ。ねえ、ちょっと私混乱してるんだけど。師匠、これは何が起きているのでしょうか？よくご存知ですね、そういう方面のこと。え、そういう方面って何ですか？それは。三原、もっと痛くしてもいい？夢中になりすぎちゃダメだから。分かってるわよね？うん、ユニもっと頑張る。今そっちに向かってるよ。足跡がまた消えた。この辺は何もないわね。壁を伝って移動したわけでもなさそうだし。ということは、ラプチャー強襲です。エンカウンター。
がることはありません。私が解決してあげましょう。もうこの時間に練習は絶対に裏切らない。状況終了。途絶えた足跡、強襲という手を使ったラプチャー。間違いない、ラプチャーは私たちの追跡を意識している。ラピ、後ろに残ってます。ユニ、うん、外れた。火力危ないところだったわ。ラピー、あなたの頭また吹っ飛ばされるところだったね。さっきラプチャーの方針は正確に私の頭を狙っていた。何をした？ラプチャー捕獲能力と何か関係があるの？ふーん、鋭いじゃない。ユニは相手の特定の感覚を無効にしてしまうわ。うん、バキューンって打って切れる。もう知ってるだろうけど、私は感覚を交換することができるわ。ニケに使うための能力ではなかったのね。そうよ、これでラプチャーを無力化した後、捕獲。ラプチャーに感覚があるの？ん？ラプチャー向けに開発された能力がなぜニケや人間にまで使える？うん、あなたたち何者？まあ怖いこと。ラピは強引なスタイルなのね。答えて。三原をいじめるな。ユニ、大丈夫よ。詳しいことは私たちも知らないわ。私たちの能力がニケ、人間、ラプチャー全てに効くってことだけは確かだわ。嘘ね。ニケの体は人間だった頃理想としていた形をベースに作られる。自分が望まない能力ができるわけが。私たちを作ったのは主演よ。ミシリス・インダストリーの CEO、 その人が私たちに何をやったかとか、そういう細かいことまで親切に説明してくれると思う？それはそうよね。私たちが知っているのはこういう能力を持ち、この能力でラプチャーを捕獲する義務があるってことだけ。それ以外は何も知らないわ。そうか、わかった。フォーメーションを修正する。これから戦闘はワードレスよ。ラピ、自分の素性も知らないニケに何を任せられる？了解。痕跡がまだあるわ。追跡を続けるわよ。もちろん私たちが先頭に立つわ。します。